はい、今日は4月の10日夜9時23分になるところです。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さん、こんばんは。さあ、選挙と、第一次の選挙終わりましたね。そして大阪、本当にびっくりするぐらいの維新の会の風が吹き荒れておりますね。しかし皆さん、この長年政権を担ってきたこの大阪でも、自由民主党の議員が雪崩を起こして、約現在の大阪市でも大阪府会議員でも約3分の2がもともとは自由民主党にいた議員の連中だったんですね。しかし、この10年経ってどうでしょうか。現在の自由民主党、国会では与党と言われるこの自由民主党が大阪ではもうてんでんばらばらでね、手の打ちようがないようなところまで墜落している。それはそうでしょう。ね。この大阪に寄ったあの政治家と言われた全国に愛された塩川正十郎氏ですね。塩じい、塩じいと言って慕われた小泉政権の時に、経済産業大臣、大蔵大臣と昔のね、なっていた、その、ね、財務大臣ですね、を担っていましたね、大蔵大臣と言いましたが、ね、そのような政治家ですね、昨日ね、勉強会でもいろいろなね、意見があってね、だったんですが、どうか今ね、昔のような、ね、政治家に天誅を加えるような、ね、活動家はいない。当然そうですね。ところが、昔は、ね、この人物を、ね、失脚させたら、必ず政治が変わると言われるような政治家がいたわけなんですね。今どうですか？ね、本当に政治家自体が、誰がなっても一緒や、というような、そのような国民が気持ちになっている。そうですね。今日の新聞などを見ますと、投票率最低に記録したと報道されておりますね。投票率最低水準になってしまった。ね。と言いますのは、9日に投開票された旧道府県知事選と、41道府県議選の投票率は2019年の前回の水準を下回るところが目立った。新聞の集計によると、知事選の平均投票率は46%程度で過去最低並みとなる見通しだと、昨年のね、こういう見解が報道されたわけなんですね。つまり、知事選では神奈川、福井、鳥取、島根の各県で与野党相乗りとなった現職は優位に選挙戦を進めた。現在有利な情勢が低、ね、私がいつも言っております低投票率につながったとみられる。ね。ということは、どういうことかと言いますと、私がね、いつもね、広報して走るときに、この替え歌かけて走っているわけなんですね。さあ、皆さん、一回、ね、久しぶりに聞いていただきましょうかね。これがそうなんですね。言わないけれど、選
役所が悪いと言いながら悪政不正を知りながら口では文句を言うけれど選挙の時には知らん顔を選挙に行かない人がいる選挙に行かない人は誰どこの市民と言わないけれど選挙に行かない人がいる都道府県に市町村公共料金保険料介護保険に市民税高いと文句を言う前に今度は選挙に行きましょうみんなで選挙に行きましょうは役所を変えられず悪政不正を変えられずみんなで選挙に行きましょうみんなで選挙に行きましょう さあこの歌をかけてね音楽替え歌をかけて私はしょっちゅう走っているんですが国民市民はこの歌を聞いてね何と思っているんでしょうかねこの投票率ね 50% にも満たないつまり 46% 有権者のと書いてあります報道されていますねということはこの私の町東大阪は約49万7千人と人口ね、発表されている中において40万人の有権者がいるわけなんですね。18歳以上が40万人いる。しかし、選挙の時にはね、半分も行っていない。つまり、40% そこそこ 44%、45% そして今日ねある知り合いと話していたら今の選挙制度では本当に新しい政治家を誕生させることは不可能であるなんとかいい方法はないだろうかという話をしていたんですがねそれは簡単ですよと。ね。皆さん、ね、この選挙のたびにね、あの掲示板、ポスターを貼る掲示板というのがありますね。あの写真を貼ってね、その地区地区ですよ。ね。その市の人たちが見るんであればね、さあ、看板も顔を覚えてもらうにはいいでしょうが、ね。どこの町の人がそこを通るかわからない、そのような写真が貼ってあっても、ね、地元の市か、市としたかね、それを見て、あ、これが何という人の名前だというぐらいで、他からね、多くのドライバーがそこを通るときに見ても、な、
あんなまた選挙があるんだなというぐらいにしか見ない。に、ならば皆さん、選挙の時に市や県や、ね、府から配布される新聞のような広報誌がありますに、例えば市町村の選挙ですと、そのようなね、写真見たからって言ってね、顔で判断するわけではありませんね。ならば、そのような立て看板に使う費用ですね。これをやめて、ね。そのポスターは、投票所、その周りにだけね、貼って、そうですね。投票所というのは国道の横にはほとんどありませんね。役所、さらには体育館、そういうところで、ね、例えば公民館というようなところで、ね、地方に行ったら、そのようなところで投票所がある。ならば、そこにだけ、あのポスターは掲載して、ね、選挙のある間に、要するに、前と前に、広報誌として顔写真の載った、そして、公約ですね。個人個人の思想信条と公約を持った、それを配布して、家庭前に投函する方が、みんな地元の人たち、あ、この人がね、今度、市会議員に立候補するんだ、町会議員に立候補するんだ、さらには府会議員に立候補するんだ、ね、それで済むはずなんですね。そして、あの立て看板ね、東大阪ね、680箇所に掲示板があるわけなんですね。そうした場合に、投票所の近隣だけに入り口やね、その周りにだけポスターを貼って、その膨大なかかる立て看板の費用を、ね、そのような広報誌、つまり新聞みたいな、ね、それに顔写真と、本人個人個人のね、公約ですね。これを書いたものをね、3回ぐらい、ね、2、3回配布する方がね、効果が上がると思うんですね。しかし、そのようなことをね、しようとはしない。つまり、政党というものは、自由民主党にしても、公明党にしても、ね、立憲民主党にしても、投票率が下がれば下がるほど、党員のいるところが有利に当選する。つまり、ね、年間3000円、4000円払っていて、投票に、会員党員になっているものは必ず投票所に、ね、期日前投票でも行きますね、参加しますね。ところが、誰がなっても一緒や、という、ね、半分、ね、選挙から注目をしていない。このような人たちから見たらね、また選挙やっているわ。選挙カーさえうるさいわ。というような声が聞こえてくるわけなんですね。ここに、先ほど言いましたように、この立て看板、ポスターを掲示板ですね。これをやめて、投票所に来た人たちに、ね、子供連れてもいいですよ。ね、なぜか、子供を連れてきたら選挙でね、邪魔になるのかどうか、ね、子供を使ってはダメだというね、そういう堅苦しいことだけ決めていて、ね、来たら来た人に缶コーヒーかお茶か、ね、一本あげますとなったら、さあどうでしょうかね。おそらく、ね、今のね、市民、人間の心理として、投票時に行ったら缶コーヒー一本もらえるで、となったら、そうですね。ほとんど 70%、10人のうち7、8人が行くんではないでしょうかね。こういうことは一切しない。ね、ある国では罰金。ね、フランスがどっかそうですね。選挙に行かなかったら罰金刑がある。ね。しかし、今の我が日本国は公職選挙法を変えようとはしないわけなんですね。なぜならば、この公職選挙法、今日もね、東大阪の選挙管理委員会のね、職員と話していたんですが、このね、もう立て看板やめたらどうだ。同じ意見でしたね。
そして広報誌をたくさん使うようにして、選挙に市民が国民が行くようにするのは簡単なことですよ。ね。缶コーヒー、お茶一本もらえますと、このようなことを書いていたらね。そうでしょ？ね。夫婦で行っても二本もらえる。ね。そのようなことにね、選挙になるべく市民が参加できるような、ね、しやすいようなことは一切今の政治家、ね、しめしめ、投票率が下がったら、お、我々が通る。ね。そのような都道府県がほとんどなわけなんですね。しかし大阪、やっぱり維新の風は強いですね。私は維新はあまり好きではないんですが、ね、あまりというよりも、ね、この維新政党、ね、いう事態を私はね、賛成できないんですね。ですから、そのやっていることを本当にね、目に見えることを訴えて、目先のことだけですね。昔の政治家といえば語弊があるんですが、国家50年先の体系、国家100年の体系、このようなことを語って政治に向かっていった。そうですね。ところが今どうですか？この金権主義というね、資本主義社会の私はいつも言っているように、末路的元凶と言ってるんですね。今まで、この私たちの国自体が、働け、ね。そして、現在はその真逆なことを言い出している。働くな、休め、ね。このような政策がね、いつぐらいから変わってきたのか。ね。ここ4、5年前なんですね。一人の女性が電通でしたかね。政治家の金儲けの会社、電通のね、女の子が、社員が、女性社員が一人、ね、過労で、ね、自殺した、自死した。これを、ね、公にして、これが元で、国民全体を、ね、働きすぎだ、残業やりすぎだ、ね、出勤しすぎだ、休めと言って、そら公務員はいいですわね。月給というね、形。ところがこの東大阪なのは町工場の多いところなんですね。ですから家族4人のところは、たとえ1000円でもたくさんね、給料もらうために残業する。ね。さあ、その残業さえも縛りをかけて働くな。ね。このようなことが、法で世代さ、ね、決められている。ね。そして、このコロナのワクチンでもそうですね。どうもね、私ね、このコロナ3回目を打ってから、ね、抗がん剤、私打っていますから、ね、今から3年ほど前にね、抗がん剤をね、打ちましたから、その時のね、体のだるさ、本当にね、打ったものでないと、これはね、言葉に表せないようぐらいね、体がね、弱るんですね。というのは、抗がん剤っていうのは、元気なところもね、すべてに効くように、弱らせるように、な薬なわけなんですね。だから今日の新聞スポーツ面にね、出ていました。池江璃花子ちゃんですね。ね、また日本一、世界一を目指してね、水泳に復帰している。本当にね、同じなんですね。白血病の、抗がん剤投入して、ね、髪の毛、体中の毛が私もね、2回、ね、亡くなりました。ね、子もそうですね、抗がん剤を打ってね、本当に苦しい中からね、出てきた時には、ね、本当に痩せ太った体のようでありましたね、最初に水泳に復帰した時に。今どうですか？本当に努力というのはね、並大抵の精神力ではないんだわけなんですね。私は完全に癌が消えたとね、宣言されておるんですが、このワクチンをね、2回目の時まではそうではなかったんですね。
ところが3回目打った時に昨年の9月だったんですが、どうもね、明くる日にね、抗がん剤を打った時よりね、体がだるくなってしんどくなってね、本当に、ね、気力まで大丈夫かなと思うようになったんですね。そして3日目にようやくね、その体のだるさもね、元へね、元気になったんですが、未だにね、この体が熱くなると、特に風呂に、お風呂に入りますね。入った時などね、体中がね、痒くなるんですよ。そして背中にね、ちょっとじんましんみたいなのが出てるんですよ。そしてこのね、今月のかかりだったんですかね、先月末です。ね、私の本当の友人がね、和歌山の友人がね、大阪に来て会ったんですよ。その時に、自分あのワクチン3回目打ってから、ね、今まで小さい時からじんましんなんかなかったのに、ね、体中にじんましんが出るんや、ね、言ったんですよ。おい、俺もそうや。ね、ほんでそれ、ぬくめたら痒くなるやろって、そうや、言うんですよね。そして、今日なんですか？面白い、ね、情報が私のね、この、携帯に入ったんですが、官僚、政府の官僚、まして国会議員らは、ほとんど打ってないって言うんですね。厚生労働省の職員などは、打っているものは 10%。議員でも 15%。ね。このワクチンに関わっているものは 10% しか打っていないって言うんですね。これが、国民 85% が打っていると発表されている。本当にね、これ、我が国のまともな政治のあり方かな。国民がね、今は政治から目をそらしている。だから投票率もね、最低進んでいる。今本当にね、自分たちの子や、孫の未来を考えたときにね、現在のは日本国の政治家、これでいいのか。そして、新聞報道でもそうですね。何か事件があっても、警察発表されたその通りにしか発表されない。ね、自分たちでその事件を掘り起こして、これはこうだから事件になるのではないかというような先の報道など一切しない。これが今の報道のあり方、テレビ局、新聞社、同じですね。本当にね、今私たちの日本国選挙投票率が下がっているように、何か変な国になっていっている。もう二度と世界大国、経済大国と言われたような日本国にはほど遠い国になって墜落していく。さあ、今私たち一人一人が、国民一人一人が、もう一度選挙を見直す時が来てるんじゃないでしょうか。それではまた明日お会いしましょう。